と時々入ってくるあの左手で出すベース音とかもね、ほんと聞いてて心が落ち着きますね。そうですね、とにかくこうぬくもりのある優しい音色が印象的でしたね。はい、はい、スーさんありがとうございました。ありがとうございました。本当に素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞおかけください。はい、方もすごく特徴があって、はい、もう例えば日本のお琴だとか、はい、ただギターとも違いますよね。そうですね、あのでも手はあの弾き方とかはアルペジオの仕方とかは、はい、そのクラシックギターに似てると思ったんですけれども、はい、その左手の使い方とかも独特ですよね。そうですか、はい、ありがとうございます。左手はあれは何ですか。そうですね、あの基本はその右手 の、 あの親指と人差し指2本だけ使ってるんですよ、はい、でそれであの左の指がもともとチューニングの中に入ってない音を出すときに、あ、押さえて弦を押さえて音を出します。これ指で直接弾かれるんですか。そうですね、例えばこれですね。でそれをするときに例えばこういうふうに違います。半音上がるんですか。そうですね、半音全部それ全部あの使えます。こう後ろから表からも裏からもこう挟んでいくっていうのがとても斬新というか新しいですよね。そうですね、見たことない。その半音を上げるときのいわゆるギターのチョーキングみたいな感じのときはあのかなり痛くないんですか。最初的には痛いんですよ。でもちょっと豆みたいなものができてるんですね。あ、少し音がありますね。ありがとうございます。あの実際に少し触らせていただくことっていうのはできますか。ぜひどうぞ。ありがとうございます。ハリーさん、ぜひこの機会に。はい、はい、はい。そのまま座って、スーさん、すみません。こちらにお願いいたします。スーさん、どういうふうに持てばいいんですか。そうですね、そのまま、あの自分の子供を持てる。自分の子供ないんだよね。本当にあの船というかもう宝物を持ってるような感覚なんで、大丈夫ですか。少しブルブルしちゃいますけど。はい、大丈夫です。はい、それで左手はその安定するようにちょっとここを、あ、ここですね、そのままちょっと持っててもらって、ここはちょっとペグネとかね、そうですね、チューニングとかかかってますね。それで右手で弾きますので、はい、はい、あの少しあのそうですね、少し右足を上げて、はい、それで、はい、あの6本ずつはおっていう風になってるの。あ、でこっちがどうですね。はい、ここが手をどの指で、人差し指、人差し指で、指で綺麗に出ますね。これだけでも満足しちゃいます。僕気持ち綺麗に出ますね。で、はい、親指が2、4、6、ここです。ここですね。はい、で全部の指をちょっと綺麗に形をして、綺麗に形して、はい、はい、楽しみです。はい、でそれで弾いてみてください。すごい上手です。すごい。すごい。すごい上手ですね。あ、そういう風にも。あ、これ大丈夫ですか。はい、あります。そうです。そうです。じゃあどうじゃないみたいですよ。例えば中指が。中指が何もやらないんで、親指、あの人差し指が出した音をちょっと止める感じで。ああ、はい、なるほど。少しコードかもしれませんね。さっきみたいにポロポロポロっていうのや、あのスーさんの最初。あ、そうですね。あれはどういうふうに言ったんですか。それは難しいんだよ。あ、そうです。難しい。そうそうそう。難しい。見てください。あ、素敵。いいんですか。そういうふうに。左手で。右手で。右手で。はい。ますよ。下から。ちょっと今ハリーが天使みたいに見えたよ。あのなんて気持ちいいんですか。綺麗でした。いやもう本当にあのあ、すっかり虜になっちゃった感じですけど、ね、そうですね。すぎるですね。いや気持ちいいですね。ありがとうございます。あのもう手放したくなくなってしまうんですけど、演奏するのってどこが一番難しいんですか。はい、あのね、うん、あのただごとも自分であの安定するまで持つ。持つのが難しい。そうですね。それとその後はあの演奏するときにその上の弦とこの自分のその腕が当たらないようにするのが。あ、そっか。そうですね。肘が弦に当たってしまうと止まってしまいますね。音が出ないよね。そういう風にするのがちょっと難しいですね。まさかこう
スタイルというか抑えるのが大切っていうのは、そうですね、思いもしませんでしたけど、ね、ちゃんと落ち着いて持つことによって安定した音が出せるってことですね、はいはい、もちろんもうあの手の動き方とかもいろいろ難しいんですけど、最初的にしかもあのミャンマーの伝統的な座り方とかもそれにあの慣れるまでは、あ、そっか、座り方もありますもんね、はい、そして楽器そのものについて見てみますと、すごくこう形も装飾も綺麗なんですけれども、ありがとうございます、本当に美しいですよね、宝物っていう感じがしますが、いつ頃生まれた楽器なんですか。あ、私がこの楽器を今使ってあのもう25年以上も経ってるんです、はい、子供の時からずっと使った楽器で、あの先生からもらったものです、はい、だから先生も何年間ぐらいが使ったと思うのね、だから大体多分40か50年間ぐらいだと思います。40年前から使われてるとは思えないぐらい美しいですけど、そうですね、でも先生の音楽への思いから、はい、そ, ね、それこそスーさんの思いの50年とか、そうですね、通して代々ね受け継がれてるわけですね、そうですね、さあその建事がどう作られるのか、はい、建事ができるまでは VTR でございますのでご覧ください。